ちは、まことです。今回の動画は久しぶりにカバンの中身をご紹介したいなと思います。今回はマザーズバッグと、自分一人でお出かけする時用の両方の中身をご紹介できればなと思います。マザーズバッグは本当ちょうど1年前ぐらいに撮ってアップしてたので久しぶりなんですけど、2歳が近づいてきて、少し荷物も変わってきたかな、あんまり変わってないかもしれないんですけど、ちょっと最新版ということでご紹介します。では早速スタート。じゃあまず私の荷物、私のカバンの中身をご紹介します。で、子連れでお出かけすることがほとんどで、その時はミニサイズのショルダーバッグとマザーズバッグの2個持ちスタイルで行くので、小さい方のバッグにはもう本当必要最低限を入れて、あとは大きいバッグに入れるっていう持ち方なんですけど、今回はちょっと一人でお出かけするバージョンのカバンの中身をご紹介します。で、最近本当にめちゃくちゃ使ってるのがこちらのお気に入りのザローのパークトートです。インスタ見ていただいてる方は本当に伝わってるかなと思うんですけど、最近こればっかり持ってて、もうめちゃくちゃ使いやすくてお気に入りです。ここがチャックだったりボタンとか何もなくてガバッと開くタイプのバッグなんですけど、荷物もたくさん入るっていうのと、冬の時期のアウターを着てると肩掛けはちょっと難しいんですけど、夏だったら肩掛けもできるし、もう手に持ってもコロンとしてて可愛いし、シンプルな洋服でバッグも一見ドシンプルなバッグなんですけど、ちょっとアクセントになってくれるようなデザインとかモードな雰囲気で持てるのですごくお気に入り、もうほんと買ってよかったなと思っているザローのバッグです。でこれはザローのパークトートスモール、一番小さいサイズです。はい、では早速中身をご紹介します。まずスマホ、じゃん。ケースはケースティファイを使って、ここにまつりの誕生日を入れています。これも YouTube で紹介したことあるケース、 iPhone ケースなんですけど入れてて、ここにまつりのパスポート用の証明写真をこの丸の中に入れております。今すごいお気に入りの iPhone ケースになってます。めちゃくちゃ可愛い。で次はお財布、カバンの中身を紹介してから全然変わってないロエベのミニ財布を使ってます。映るかな、ちょっと黒ずんできてしまって結構年季が入ってきた、これは2年ぐらい使ってるんですけど、年季がちょっと入ってきて買い替えも検討していますが、めちゃくちゃお気に入りのミニ財布と、次が家の鍵です。お家の鍵はこのボッテガのキーリングをつけてます。くすんだブルーがお気に入りのキーリングです。次はもうハンカチ、これもアミさんにプレゼントしてもらったテネリータのハンカチを入れております。で最後、もう最後っていうか荷物これだけなんですけど、あとの細かいものはこちらのポーチに今まとめてます。これがガジェスの、かわいいよねこのポーチ、ノベルティでいただいたポーチにもろもろ細かいものを入れてるんですが、この中身をまずじゃあ紹介していきます。こちら香水です。私は今ノンフィクションの Forget Me Not っていう香りを使ってます。すごいお気に入り。香りはユニセックスでも使えるような中性的な香りっていうか、その甘い感じに寄ってなくて、ウッディなおしゃれな香りがする気がします。すごいお気に入りです。でサイズはもう少し大きいのとかもあるんですけど、このサイズ感がミニバッグの時でも持ち運びしやすいし、もうコンパクトで見た目もめちゃくちゃ可愛いのでこのまま持ち歩いてます。で次がヘアクリップ、これも何回も動画にも出てきてるんですけど、ポテテのヘアクリップで、ちょっと今私も中途半端な髪の長さになってきたので、どうしても髪を上げたい時とか、最近も暑いのでヘアクリップを忘れたらちょっとそわそわするぐらい髪をね上げたい時があるので、はい、常に持ち歩いてます。あとヘアゴムも入れてて、どうしても髪結びたくなるみたいな時があるので入れておくと安心。でもう一つヘア系がこちらミルボンのエルジューダポイントケアスティック、ヘアスティック、アホ毛をこう寝かすブラシみたいなやつです
これは行きつけの美容師さんにこれいいよって言ってプレゼントしてもらったんですけど、これを使ってます。まあ、やっぱ産後特にそうなんですけど、本当にアホ毛が気になるようになったっていうのと、まあ、最近この前髪をピタッとしてこうやって髪を結ぶことも多いので、その時でこのアホ毛ピンピンピンが目立つので、ちょっとこう髪を寝かせるためにこれを使ってます。で、あとはその時その時お気に入りのリップを何本か持ち歩いてるんですけど、今のスタメンはこちらです。4本もあります。これはリップバーム、シャネルルージュココボームリップクリームですね。912、透明の本当に白いリップクリームで、これは松のお母さんから誕生日にプレゼントしてもらったので持ち歩いています。次はもうこのおなじみ、私もこれ何回紹介したかわからない、スックのバイブランドリッチリップスティック09番。09はちょっとブラウン味のある赤リップです。これはもう何本も買ってて、だいぶ前から使ってるお気に入りのリップと、これもずっと紹介してるやつ、ミティアのセラムオイルリップスティック02番です。これはザ・テラコッタっていう感じのカラーです。ミティアはコスメキッチン系列から出てるブランドなんですけど、ファミマとかにも取り扱いがあるので、リップ忘れたって時とかフラッと寄って買えるし、900円ぐらいなのですっごいおすすめです。で、今一番ハマってるのがこれ、今今日つけてるのもこのリップなんですけど、スナイデルビューティーのルージュスナイデル16番。これがめっちゃ可愛くて、色味はこんな感じです。ピンクブラウン、青みが強いピンクは私あんまり似合わないんですけど、これぐらい落ち着いてて、ブラウンもあるし、ちょっと赤みも感じる、すごい肌なじみがいいと思ってるので、本当に最近はこればっかり使ってます。で、ちょっとツヤも入ってるマットな質感ではないので、このリップクリームも持ち歩いてはいるけど、これを1本だけでも綺麗に色はつくので、本当にこれお気に入りです。で、このパッケージがちょっとこうミラーっぽくなってるから、私はリップ塗るときはだいたいこうやってキャップの方をミラーにして塗れるところもお気に入りポイントです。以上4本が私の今のリップスタメンでした。で、あとはカバンに入らないことが多いんですけど、 AirPods Max も最近は一人でお出かけするときは持ち運んでいるので、このバッグの時はこんな感じですっぽり入るので入れていくことが多いんですけど、ミニバッグで移動するときは手で持っていくか首にかけて、まあ、ちょっとファッションアイテムみたいな感じで持って行ってます。はい、以上が私のカバンの中身でした。で、次がマザーズバッグをご紹介します。はい、マザーズバッグはこちらです。じゃーん。こちらはおなじみのエホルさんとマコトのコラボバッグになります。で、このブラックとベージュの2色あるんですけど、まあ今日はちょっとブラックに荷物入れてたので、ブラックバージョンでご紹介したいと思います。このコラボバッグは確かまだお在庫があるので、ぜひ気になった方はチェックしていただきたいんですけど、こんな感じでガバッと口が開くし、しっかりマチもあって自立するタイプのバッグなので、中に入れてる荷物もしっかりこう縦にきちんと並ぶような感じになってるので、ぐちゃぐちゃ散乱することはあんまりないです。まずじゃあ早速いきます。こちらおむつポーチです。これもずっと使ってるのでだいぶちょっと汚れてきちゃってるんですけど、出産祝いでいただいた時のこのポーチにおむつを入れてます。こんな感じですね。おむつとお尻拭きと、あとはこのおむつが匂わない袋も常に常備しています。これはもう生まれた時、新生児ぐらいからこのセットは変わらずに持ち歩いてます。で、まつりさんは最近おむつ L サイズになりましたが、このポーチの中には M が3つ入ってます。次はジップロックの中に常に入れとける用の着替えを入れてます。もっと生まれたての赤ちゃんの時はおむつから漏れちゃったりとか、まあ、そういうので着替えるように入れてたんですけど、最近はもう公園で遊んだりとか、水で遊んで帰ってきちゃってびしょびしょになったとか、ご飯食べてる時にお茶こぼしたとか、なんかスープ系のものこぼしたとか、まあ、そういう汚れで着替えが必要だなって感じになってきたので着替えを入れてます。
次はこのハンドタオル、テクラのハンドタオル入れてます。これぐらいのサイズ感なんですけど、これは本当に手洗ったりとか鼻水出たりとかよだれ出たりとか、まあ何でもこれで拭くみたいな、もうないとね困りますよね。はい、こちらと、あとはね、これも前の1年前に紹介した時と変わってないんですけど、モンベルの抱っこ紐もう持ち歩いてます。今年の8月で2歳になるんですけど、でもやっぱりまつりさんはまだまだ抱っこマンなので、ベビーカーでお出かけもするし、一人で歩いてくれる時ももちろんあるんですけど、やっぱりちょっと眠くなった時とか機嫌が良くない時は抱っこ抱っこで、抱っこ紐で移動することもまだまだあるので、このモンベルのね抱っこ紐はこれぐらいコンパクトになるので持ち運びにもすごい便利だし、これを忘れたら本当にそわそわするぐらい、あもう絶対今日ぐずったらどうしようみたいな感じになるぐらい、結構お守り的な、もうなんかあったら抱っこ紐入れれば落ち着いてくれるので、本当にこれに助けられてます。で、私が抱っこ紐をしてる写真とか動画とかでつけてるのは大体このモンベルのものが多いです。持ち運びもしやすいし、私にとっては本当この薄さとかシンプルな作りの感じはすごい使いやすいので重宝してるんですけど、もちろん身長とか体格とか赤ちゃんの重さとか合う合わないは人それぞれだと思ってるので、全員使いやすいかと言われると、全部ねどんな商品もそうだと思うんですけど、私は使いやすくて使ってますけど、やっぱマツは肩がこれはすごく痛くなるみたいで、ベビー病院の抱っこ紐で出かけることが多いですね。こんな感じでつけれる抱っこ紐です。で、あと最近はヒップシートを持っていく時も多いんですけど、ヒップシートはちょっと折りたたみができなくて結構荷物になるので、私はまつりと2人でお出かけする時はこのモンベルの抱っこ紐を持っていくことが多いです。例えば車でお出かけする時とか、パパがいる時とか、ちょっとそこまでみたいなとかの時はヒップシートね、よいしょって乗せていくことも多いです。で、次、まず水筒、プラスチックのタイプじゃなくてステンレスタイプで、冷たいものが冷たい、あったかいものあったかいみたいな感じのこれを使ってます。色のね配色もすごい可愛いので、はい、これを持ち歩いてます。でも閉めるのを緩く閉めちゃったりとか、この部分も動くんですけど、この閉め方をミスってしまうと水漏れするので、そこはちょっと要注意です。次はこちらポーチ、ハートのポーチにはお菓子、おやつを入れてます。まつりはボーロが好きなので、スーパーで買えるボーロと焼き芋クッキーが今入ってます。ここに入ってるのは日々変わるんですけど、今これがストックされています。おやつはね、お出かけする時にはなくてはならないと思うので、この大好きなハートのポーチに入れてて、あとはご飯用のエプロンを入れてます。これもプレゼントしてもらったので、ちょっとどこのとかがわからないんですけど、袖を通して後ろでパチッと留めるタイプの食事用のエプロン、小さく畳めるし、そのまま付け置きしたり洗濯機にも入れれるので重宝してます。家でご飯食べるときはシリコンタイプのものなんですけど、外食するときはこれを使うことの方が多いです。あとこの中にもね、日焼け止めと絆創膏も入ってます。日焼け止めはベビーボーンフェイス&ボディサンスクリーン SPF50 プラス PA4 プラス、5月に入って紫外線がね強くなってきたし、夏に向けて日焼け止めはストックしています。これすごいいいと思う、これおすすめです。乳液みたいにほんとサラサラ伸びるので子供にも塗りやすいと思うし、全然変な香料もしないし、しっかり SPF50 プラスもあるので、メイドインジャパン、安心して使えるものかなと思います。で、絆創膏は無印で買ったやつかな。これは多分1年前にはいらなかったものなんですけど、やっぱりまつりさんも走り回るようになってきて、公園行ったりお外で遊ぶのが大好きなので、たまにやっぱこけるんですよ。で、まだ実際使ったことないんですけど、これもねちょっとお守り、いざという時のために入れてます。はい、以上がこちらのハートのポーチの中身。はい、あとはその時まつりさんのマイブームのおもちゃを持ち歩いてるんですけど、今
お気に入りはこの2つ。まず1つがこのあくちゃんミニ絵本の乗り物。これ500円で買えた絵本なんですけど、これはなんか知らないけど最近大好きで、気づいたらこれを手に持ってるんですよ。別に読んでって言ってくるわけでも、自分でこうやって読んでるわけでもないんですけど、多分手にすごいフィットするのか常にこれを持っていて、まあ、祭りが今一番好きなのは電車なんですけど、まあ、ここにもね可愛い電車があって、たまにこれを開いて電車電車って言ったりとかしてます。祭りは電車は電車なんだけど、車はカーって英語で覚えてるので、乗り物の絵本は大好きです。はい、でもう一つがじゃーん、この腹ペコ青虫のおもちゃです。これはハッピーセットのおもちゃなので、ハッピーセットのおもちゃでこれ可愛くない？祭りは腹ペコ青虫もすっごい好きで、青虫青虫って言ってるので、ハッピーセットでこのおもちゃが始まるってなってすぐねマックに買いに行ったんですけど、これもすごい好きで手から離さないので、まあ、大体、まあ、今はこの2つなんですけど、まあ、その時その時気に入ってるものを手に持たせたり、カバンに入れて持ってったりしてます。で最後が見づらいんですけど、このバッグはねこんな感じで両脇に大きめのポケットがついてて、このポケットに物を直接入れていて、そこにはずっとぐしゃぐしゃなんですけど、これもエプロン、食事用のエプロン、コストコの商品で、この使い捨て用のエプロンがこんな感じのミッキーなんですけど、毎回これを使うわけじゃないんですけど、まあ、あったら便利なのでバッグの中に常に入れてます。ですごいこれ便利なんですけど、まあ、紙なのでやっぱりどうしても汁物系だとぐちょぐちょになってしまうし、あと祭りはこれあんまり好きじゃなくて自分でこう引きちぎっちゃう、これペタって後ろで止めれるようになってるんですけど、引っ張るとどうしてもちぎれるので、祭りはもう自分でうわっていくので、あんまり意味がないなって時もあるんですけど、まあ、ないよりは全然マシなのでこれも常に入れています。だいたいさっきの着るタイプのエプロンをつけることが多いし、まあ、あれを洗濯中だったりとか忘れちゃったりした時にこっちを使ってます。とあとはティッシュと除菌ウェットシート、キレキレだけどこれも常に入れてます。はい、以上が、マザーズバッグ1歳9ヶ月編かな、はい、でした。1年前と比べると少し荷物は変わってきたかなと思います。1年前はまだ授乳中だったと思うので、授乳ケープとかミルクとか、まあ、ちょっともうちょっと赤ちゃん用の荷物だったんですけど、少し変わってるかなと思います。私も第一子だし、まあ、分からないこともまだまだたくさんあるので、こういうの便利だよとか、まあ、ちょっとママハック的なのもぜひ教えてもらえたら私も嬉しいです。ではでは、今日は久しぶりにあのバッグの中身紹介でした。これからも荷物の中身は変わってくると思うので、またアップデートがあったら動画にしたいなと思います。はい、では今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。